嵐の前。1。浜町の大表情は、その日も朝から続きました。久兵衛を議長に、あまり頭のいい議長ぶりではありませんが、フレデルストンに駒蔵、これは銭子組には罰外ですが、篠原求めが行方不明と聞いて、持ち前の男気から、そのまま踏みとどまって、数奇に参じたわけです。山の城やゴン太がお化け屋敷と連絡があろうとは、もとより知る由もありません。彼かこれかと考えを練ってみましたが、さてどの説もピタリと事情に座りません。それに続いて、せっかく探し当てたお京の行方不明。打ち続く激動に、一刻ものの久兵衛などは、もう気抜けがしたような形。